ツのチャランケ「私は支骨湖の近くのウサくまいに住んでいたアイヌです」「肉を食べたくなると弓矢を持って山へ行き鹿や熊を取って村人たちと分け合って食べました」「秋にはたくさんの鮭が川を登ります」 冬の食料にするため、遠くの村からも大勢のアイヌたちが鮭を取りにやってきます。アイヌだけではありません。熊やキツネも鮭を食べに川に集まってきます。アイヌも動物たちもお互いに邪魔し合うことなく、みんな幸せに暮らしていました。 やがて私も年を取り、老人と呼ばれるようになりました。ある夜、うとうとしていると、遠くから人の声が聞こえてきました。こんな夜中に誰かと思い、耳をすますと聞こえなくなります。ところが、 また眠ろうとするとやっぱり聞こえてくるのです。私はそっと家の外に出ました。月明かりの中、声のする方へ近づくと、その声はどうやら人の声ではありません。じっと目を凝らしてみると、 一匹の狐がいました。狐が人の言葉を使ってチャランケ話し合いをしようとしているのですおいアイヌよよく聞けよ鮭はアイヌが作ったものではないもちろん狐が作ったものでもない神様がお作りになったものだ石狩川の神々は みんなで仲良く分け合って食べられるように川を登る鮭の数を決めている。今日、俺はアイヌが取った鮭を一匹もらおうとした。すると、怒った者が俺にありったけの悪口を言った。その悪口は、まるで黒い炎のように俺に襲いかかってきた。それだけではない。その怒った者は、 神々に祈り俺たち狐を遠くの国木も草もなく小鳥も住めない恐ろしい国へ追い払うようにと頼んだのだ神様たちはその願いを聞き入れもうこの国に狐が住めないようにしてしまうということだ狐は目に涙を浮かべ 悲ししそうに言いましたこのままでは大変なことになる神様でもアイヌでもどうか俺の言い分を聞いてくれ私は狐のチャランケを聞いて驚きました狐の言うことが全部正しいのです鮭ケはアイヌだけのものではありません みんなで仲良く分け合うものです。夜が明けると私は村の者たちを集めて狐の悪口を言った者をうんと叱りました。そして狐の神にいなうとお酒を捧げて謝りました。神様たちもこれを聞き アイヌの国にキツネがいつまでも住めるようにしました。だから、皆の者たちよ、魚も木の実もみんな自分だけのものだと考えてはいけません。動物たちと仲良く分け合って食べるものです。歳をとったアイヌはこう言いながら、 この世を去りました。